繊維化学大手の東レは、製品の検査データ改ざんが明らかになった子会社の社長、経営責任を取って、1日付で辞任することを発表しました。東レは今週、子社の東レハイブリッド、オドが、タイヤ、補強材などの製品で子と決めた強度なの基準を満たしている、ウニ検査データ。改ざんして出荷していたことを明らかにしました。この問題で、東レは1日、レイブリッドコードが臨時の株主総会、経営責任を取って鈴木信弘社長が、日付で辞任する人事を決めたと発表し、した。後任の社長には親会社の東レノブが就任し、社長を辞任した鈴木氏は今後、除菌の嘱託社員として、不正の調査や再発、する人事を発表しました。後任の社に、親会社の三菱マテリアルの役員を満つる、で、問題への対応を迅速に進めるとして、製品の検査データをめぐって、